はいどうも皆さんこんにちは、ゆうきです。ではね、今日もねビットコインとリップルのね相場見ながらねチャート分析していこうかなと思います。やっぱりね75日線が効いてたのか、まあ一応今ようやくねまた1万ドルまでは戻ってきました。1万ドル超えまでは戻ってきましたね。でリップルに関しても、まあ、同じぐらい上がってて34円後半、なんでまあ約35円みたいな感じになってきてますというところでチャート見ていきますね。やっぱりね、昨日の予想とほぼほぼ、まあ相違なくっていう感じですね。ここがね、ちょっと皆さん見ましたかね、チャート。ここびっくりしますよね。これね、15分足なんですけど、15分足で約3万上がってるんですよ。ここ最後がね、終わり値が1万やって安すぎるやろ。106万ぐらいやったんですけど、これ次の足の終わり値が1万、頭おかしいんかな ?2 回間違うって同じ。間違い。109万になってると。なんで、ほぼほぼ、3万5千ぐらい上がってるのかな、で上がってるんですけど、これ1分足見たらね、何分間の出来事をやったかっていうと、約4分。4分で、3万5千の、上、上昇と。上振れと言いますか。まあなんか大きな取引があったんでしょうね、ここでね。ただこの4分間で、まあやっぱ3万とか4万動くっていうと、やっぱかなり難しいんですよね、読むのが。まあかなりね、こういうのをね、ボラが激しいとかって言ったりするんですけど、もう値動きがちょっと激しすぎて、正直読み切れないところはやっぱありますよね。で、まあ今ちょうどこう、25日線、75日線上抜けてきて、で、ちょっと上で推移してたんですけど、一旦ちょっと下に潜ったと。まあただほぼほぼまだ、25日線付近で横横している感じですね。1分足だと。ちょっと4時間足見ていきますね。4時間足だと、まあ、こんな感じ。ここが逆三尊って言われたところですね。で、若干形勢はしてんけど、120万の壁、75日線の壁に、分厚い壁にドカーンと跳ね返されて、もうズル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 っと下落と。で、トレンドライン的にはこういう感じのトレンドラインになったって感じですね。で、ちょうど今ね、トレンドラインを上抜けてきたと。で、今ちょうどね、この頭打ちしてる感じです。25日線で。なので、ここ抜けれたら強い。ここの25日線抜けれたら強い感じはしますね。上向きのイメージがね。で、今日に関して、日足に関して見ても、やっぱりね、昨日言ってた通りです。75日線が、レジスタンスラインになって、まあ、こういう感じでぐっと上に上がってきたと。で、昨日の終値が105万やったところから、まあ今109万まで上がってるんで、まあ日足で言うと、まあ、大体4万幅ぐらいの、まあ、上昇してるという感じですね。なんで、僕、また昨日もね、同じようなことをずっと繰り返す形になっちゃうんですけど、このまままた一旦、ぐーぐーっと上がっていって、この25日線付近までは来ると思います。で、この25日線を上抜けれるかは、かなり重要ポイントになってくると思います。上向きになるか下向きになるかね。結局、その、どっちが強いかっていう判断になるんですよね。このどっちも絶対予想はできるんで、あ、こっから下がるかもしれん、こっから上がるかもしれんって、どっちも予想するんですよ。予想するんやけど、どっちが強いかっていうと、こっちやと。だから、ポジション持つとか、逆に、リスク回避するとか、っていう風な、ショートするとかっていう感じになってくるので、そこに関しては、必ず、最悪の状況も想定はしておいてください。じゃないと、例えばですけど、ここで、あ、絶対上がるわと思って、ポジション持ちました、ポジション取りました。で、下がった時に慌てて、もうどうしていいか分からなくなっちゃうんですよね。まだ大丈夫かな、まだ大丈夫かなって言ってる間にめちゃくちゃ損してしまったりとか、っていう風な形になるので、必ず、こういった場合は、こうする。こういった場合は、こうするっていう、2種類とか、まあ、最低でも2、3種類ぐらいは、シナリオを自分で作っておいてください。ここまで行ったら利確するとか、ここまで行ったら損切りするとか、まあいろいろあると思うんですけど、その金額っていうのをあらかじめある程度決めておくっていうのがすごい今重要になってくるんじゃないかなと思いますので、そこはね、必ず、やってからポジション持つなりしてくださいね。はい。なので、まあここからは僕の予想としては75日線で跳ねたので、もう少し上に上がって25日線に差し当たっては来るかなと思います。なのでまた再びね、120万付近までは上がるんじゃないかなと思いますね。ただ、この120万を超えれないっていうのが今の流れなので、ここかな?まあ、7月13日
まあ、約10日前ぐらい、8日前かな、8日前に120、終わり値が123万。だこれを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。あ、間違えた。全然違うわ。日付の計算が。間違えました。13日前。13日前や。13日前は、まあ、123万円だった。で、120万超えずに、まあ、今10日以上過ぎてるという感じですね。うん。なので、まあ、ここで120万超えれるかどうかで、またこの辺まで行くかどうかっていうのが決まってくると思うので、まあ、ほんまにここからはすごい勝負になってくるかなと思います。はい。なので、今からはちょっと上向きになる予想でございますので、まあ、そこはね、ちょっと、様子見てもらえたらなと思います。はい。で、リップルなんですけれども、リップルもね、ようやくね、30円台後半ぐらいまで来ま、34円台後半ぐらいまで来ました。で、まあ、一時期、で、多分35円超えてるんかな、このひ、ヒゲでいくとね。なので、まあ、これ、まあ、15分足なんですけど、25日線の上をずっと推移してる感じです。15分足やと。で、これが4時間足ね。4時間足やと、今ね、ちょうどここ。ほら、抜けてきたね。これすごくいい兆候ですね。だからこっから上がってきて、これ抜け切れたら、また再び40円台目指して、あ、ぐぐぐって上がっていくと思うので、ここはすごいポイントになってくるかなと思います。で、同じような感じの局面で、日足で見ても、この25日線が、レジスタンスラインになってくると思うので、ここを抜けれるかどうかが勝負になってくると思います。もうほぼほぼ同じような感じかな。この25日線抜け切ったら、勝負がけって感じ。で、これに関しても、もうだいぶ上がってはきてるので、こっからグググッと冷やし言うても上がってきて、で、25日線を抜けれるかどうかっていうところね。で、この言ってたトレンドラインってやつですね。このトレンドラインを若干抜けたぐらいのところに今いてるので、なので、こっからが抜け切れるかどうか、ブレイクできるかどうかっていうポイントに差し掛かってきてます。なので、今まではね、下落やって言ってきましたけど、ちょっとこう、上向きの要素が強くなってきたかなっていうところですね。あとは、そのサポートラインをブレイクできるかどうかっていうところが、まあ、勝負になってくるのかなっていうところですね。はい。なので、ビットコイン、まとめますね。おまとめタイムとしますとですね、まあ、一応、ビットコインに関しては、再び、日足で見て25日線ぐらい、まあ、120万ぐらいのところまではまた上がってくるんじゃないかと思います。で、120万を抜けれたら、それこそ、上を目指していくような、この辺まで同じような感じ、150万目指して上がっていくような、チャートになってくるかなっていう予想ですね。ただ、25日線で弾かれた場合は、ぐぐっと下落して、また再び75日線に差し当たるぐらいまでは下がってくると思うので、それはシナリオの中に入れておいてください。はい。で、リップルは、日足で見ると、トレンドラインを今ちょっと上抜けた感じ。なので、ここでブレイクできて、で、なおかつこの25日線に阻まれなければ、40円台目指して上がっていって、そこからは40円抜けたら50円目指してっていう形の、上向きのチャートになってくるんじゃないかなと思います。はい。以上でございます。はい。なので、まあ、今に関しては、ちょっと今は上向きに、チャートが動いてくるような感じにはなってると思うので、そこはね、兆候かなと、いい兆候かなと思います。はい。ではね、今日もね、最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。またね、こういう感じでチャート分析とか、あとは、バイナリーオプションの勝ち方とか、まあ、気になるニュースはちょっと、サブチャンネル的な感じでやってますけど、まあ、そのあたりもね、ぜひ見ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。で、全部ね、再生リストの方にリスト作ってますので、気になる分野があれば、そちらの再生リストから見てもらうのが一番早いかなと思いますので、そちらもね、ぜひお使いください。はい。ではね、今日の動画が、まあまあやったな。もしくは良かったな。まだ見たろうかなって思った方は、ぜひね、グッドボタンを、ポチッと、よろしくお願いします。とね、そのグッドボタンの、右斜め下かなにね、チャンネル登録ボタンございますので、チャンネル登録ボタンもぜひ押してください。よろしくお願いいたします。はい、ではね、また次の動画でね、お会いいたしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご覧いただき、本当にありがとうございます。これからも皆さんにお得な情報をどんどん動画でアップしていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。僕の LINE アットでは
バイナリーオプションや仮想通貨、セドリのことなど、ネットビジネスの有料級情報を無料で配信しておりますので、上の QR コードか、下の概要欄 URL から、ぜひそちらの友達追加もよろしくお願いします。最後になりましたが、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。